それは全てが本物の高確率だった。無限の可能性を秘めた ART がプレイヤーの心を掴んだ。さあ伝説の続きを始めよう。前作秘宝殿から数年後の世界、レオンが残した手がかりをもとに一人のトレジャーハンターが砂のピラミッドを目指した。トレジャーハンター、デュック。発明家エリス。二人の行く手を阻むマーヤとハルト。封じられた女神クレア。チャンスなの、チャンス。ホールを席巻したあの秘宝殿から本物の高確率、自力高確率を受け継ぎ、さらに高確率のループが止まらない伝説モードを継承した。プレイヤーの心を掴んだ忍び魂から上乗せ型 ART をさらに進化させて搭載。良きものを受け継ぎ、熱きものを進化させた。その2つが融合し、ついに登場、秘宝殿、封じられた女神。お願い。秘宝殿といえば自力高確率。通常時はもちろん、ボーナス中などさまざまなステージから突入する高確率はプレイヤー自身の力が純粋に試される。もちろんおなじみの演出を数多く搭載、怒涛の高確率ループが期待できる伝説モードも受け継いでいるぞ。高確率中はマイゲームごとに完全自力の ART 抽選。プレイヤーの力が通じれば ART 秘宝ラッシュに突入だ。前作秘宝殿から受け継いだ本物の高確率を全身で体感しよう。本機では歴代機種より進化させた上乗せ型 ART 秘宝ラッシュを搭載。ゲーム数の上乗せはもちろん、継続もあり、ドキドキハラハラのゲーム性を堪能することができる。秘宝ラッシュ中は押し順ナビタイプなので、初心者のトレジャーハンターも大歓迎。そしてマーヤとハルトが出現すれば超秘宝ラッシュに突入。超秘宝ラッシュ中は ART のゲーム数を消化することなく特定薬ゲットで上乗せが約束される激アツな ART。 出玉のトレジャーハンティングに酔いしれろ。ボーナスはビッグとレギュラーの2種類を搭載。そして経由するステージによって演出が変化。通常時から突入するビッグボーナスではピラミッド図柄が揃えば高確率突入の期待度マックス。レギュラーボーナスでは3択の押し順にチャレンジ、正解数によってプレイヤーの運命が変化する。秘宝ラッシュまたは高確率から突入するビッグボーナスではピラミッド図柄が揃えばゲーム数の上乗せが約束される。レギュラーボーナスでも3択の押し順チャレンジ正解で秘宝ラッシュのゲーム数が上乗せされる。ボーナス中も期待感が止まらない。チャンスなの、チャンス。本物の高確率、自力高確率と怒涛の高確率ループ伝説モードを継承。熱すぎなのか。進化した上乗せ型 ART 秘宝ラッシュが心を燃やす。プレイヤーの力が試される高確率、大いなる可能性を秘めた秘宝ラッシュ、 ART ゲーム数の上乗せを期待させるボーナス、この3つが織りなす究極のピラミッドループがプレイヤーに衝撃を与える。またか。そう、鉄板。この場所に封印されて1万年、ずっとこの時を
の秘宝をあなたに。Love no shoes。